桜井俊之介のマニアックモノマネ100本ノック、クオリティはともかく雰囲気だけお楽しみください。まずは何言ってるかわからないシリーズ、試合後のインタビューで英語のような言葉を挟む蝶野正弘。ガッチャメだなよ、ほら俺だけ見てればいいんだよ。 I'm 蝶野。ガッチャメーラ、A が多分英語だと思うんですけど、それが何に値するか全然わかんないっていうね、もう未だに不明です。はい、続きまして、わーとまくし立てて最後のなのところだけしかはっきり聞こえない、理不尽だよ冬木コード。わかったほら、落ちそうだからな、誰も買わないだろうなーな。はい、わかったかおら、俺と蝶野が組んだら誰も叶わないぞこらな、だと思います。続きまして、40年のプロレス人生の中で一番かけられて嫌だった技は何でしょうという自分についての問題を出す天竜源一郎とそのトリッキーな答え。ああ、40年のプロレスの中で一番かけられて嫌だった技は何でしょう。リバターズだ、ジャンボ鶴田さん。これは、答えはジャンボ鶴田のニーパッドを外したジャンピングニーでしたっていうね。こうプロレスファンに、マニアにとってはもうすごいよだれが出るような答えでしたね。本当に、あ、そこ来たかっていうね。はい、それではまた次回も見てくれないと、ナパーストレッチ。